ハイセンスの洗濯機ってどうなのさ。どうもマサックです。めちゃくちゃ日焼けしました。顔めっちゃ真っ赤じゃない。特にねびっくりするのこれ足ですね。足半端ないですね。みんなも日焼け止め塗った方がいいぜ。今回2人暮らし同棲が始まりまして、家具家電とかもね新しく買い替えてたんですけれども、その中で今回買った洗濯機っていうのが中国ブランドのハイセンスというメーカーの全自動洗濯機 HW の DG80B というね8キロの洗濯機になります。日本のメーカーの洗濯機買いたいなって思ってたんですけれども、その中でねこの中国ブランドのハイセンス値段が安くてにもかかわらず性能がめちゃくちゃいいなっていう話を聞いたから、じゃあそれ実際買ってみてレビューもしちゃって使い勝手もどうなのかなっていうねところに至ったので実際に買ってみました。そこで今回はですねハイセンスの HW の 80DGB の、まあ、実際に特徴と使ってみていいところと悪いところ、そしてね口コミとかに書いてある星一つとかのすごい低評価な部分とかに対する感想とのそのすり合わせですね、実際にそこら辺どうだったのっていうところをですねご紹介しようかなと思うので、これから一人暮らしのちょっと大きめの洗濯機を買いたいですとか、2人暮らし同棲でね初めての洗濯機選びでできるだけ安くてコストパフォーマンスがいいものを買いたいなっていうもの、そういったものを探している人にとってねこの動画が参考になれば非常に幸いでございます。僕が実際ですね、ビッグカメラで買いました。まあ、他にもね、大手家電量販店ですとか、Amazon で買うこともできます。で、このハイセンスっていうのが、まあ、どんなものかっていうところですね。ビッグカメラのサイトの画像をちょっとね、見てみますと、こちらですね。今動画撮ってるのは2021年の8月下旬なんですけれども、130件の商品レビューがあって、星がなんと星5つ、4.3。すごくない ?130 件ってまあまあある。100件以上の口コミの中で、星4.3って結構高いよねっていうところでね、かなり実際の評価もいい感じなんですよね。どういった仕様になってるかっていうのがこちらの画像なんですけれども、まあメーカーの発売日が2019年の11月っていうことなんで、今から2年前ぐらいに発売されたような洗濯機になります。まああと他にどんな特徴があるかっていうと、乾燥方式がですね、乾燥機能っていうのはありません。ただまあ風乾燥みたいなものはね機能としてあります。まあ至って普通の洗濯機かなとは思います。他の縦型洗濯機ともほぼ同じような感じだとは思うんですけれども、大きな特徴として今回このねハイセンスのね HWDG80B をね買う決め手となったのが、インバーター機能がついてって値段が安いっていうところなんですね。インバーター機能っていうのは超簡単にざっくり誰でも分かるように言うと、音が静かになってて節水もある程度してて、そして節電効果もあると、消費電力が少ないっていうところがあるんですよね。インバーター機能の性能がある洗濯機とない洗濯機どっち買いますかって言ったら、当然ある方がまあ個人的にはいいと思うんですよね。ただこのインバーター機能がついてくると値段がめちゃくちゃねポンっていきなり跳ね上がったりするんですよね。そんな中でもハイセンスの HWDG80B はなんと税込み 39,800 円なんですよね。4万円切んのよ。8キロの大きさでインバーター機能がついてて値段が4万円以下ってなかなかないなっていうところで今回買ってみたんですよ。でその他の特徴としては、まずねこの洗剤ケースなんですけれども、まあ液体洗剤と粉末洗剤と柔軟剤を入れるところがね、まあ一箇所にまとまってるからですね、まあ操作しやすい、まあ洗剤入れるところがね、一目で分かりやすいですよっていうところと、前のモデルよりも洗浄力パワーアップしましたと、新設計のパルセーターになっておりまして、パルセーターというのはいわゆるその洗濯のね、この一番下の底の部分ですね、ここが結構こう立体的になってるんで、まあ強力な水流が生まれますよみたいな感じで、まあ、しっかりこの汚れを落としますよなんて話ですね。で、あとはその縦と横の水流があるんで、まあムラなくしっかり汚れを落とします。そしてね、洗濯の中のね、周りのね、壁ですね、周りの壁。ここがですね、洗濯板みたいになってるそうなんですね。デコボコしてるから、まあこれでもね、さらに汚れをしっかり落とせますよなんてことを歌っております。で、糸くずフィルターも結構大きいんですよね。うん。で、実際に僕、今タオルですね、タオル研究所っていうね、人気のタオルを使ってるんですけれども、そのタオル研究所のそのタオルっていうのが、まあ人気ではあるものの、結構口コミを見ると、糸くずがいっぱいね、取れちゃうみたいなことも書いてあったりしたんで、不安だったんですが、実際に洗濯してみると、そのね、糸くずとかもね、ほとんど出ないような状態なんで、まあこの大容量糸くずフィルターが活躍しているのかなとは思っております。他のスペックはねこんな感じになっておりますね。ざっとね時間あるときにここのね動画を止めてここの場面をねぜひ見てください。
じゃあ次にですね、実際にこのハイセンスの HWDG80B を使ってる様子ですね、そちらをね動画をご紹介します。ただ使ってる様子をお届けする前に、このねビッグカメラの口コミサイトで口コミ1位の評価しているねコメントを先に見ておきまして、まあ実際にその最悪な評価が合ってるのかどうかっていうところね、そこら辺をちょっとねすり合わせていこうかなと思ってます。一つ目がこちらですね、残念な商品って書いてあって、いざ使ってみると全自動とは名ばかりと、洗濯が終わってみると洗剤は塊で残っている時もあって全く機能しておらず、汚れも取れたのかどうか不明ですと、それ以降は洗剤を手で溶いてから洗い始めている様子、安物買いの銭失いにならないように手をかけていますって書いてありますね。洗剤がね塊として残っちゃうと言うておりますけれども、実際どうなんですかねってところですね。でもう一個星1の評価、紹介しますね。うるさいですと書いてますね、店頭で静かな洗濯機と説明されたがうるさい、配送の対応も悪い、金払うまでの対応は星5つですと書いてあるんですね。まあ実際にうるさいかどうかっていうところも、後ほどご紹介していこうかなと思います。でこれは星3つなんですけれども、風乾燥付きですがあんまりね乾きませんと、まあそもそもが乾かない、まあ脱水のところが実際どうなのかっていうところですね。はい、それと洗剤類に必ず水が溜まっているのが気になりますって書いてますね。はい、まあこのやつさなのでそれ相応かなと思いますと書いてあるんですけども、洗剤類に必ず水が溜まってしまうのかっていうところもご紹介しようかなって思います。このね口コミと一緒にですね使ってる様子といい点悪い点というところをですね、まあご紹介しますので、この動画をぜひ見てください。はい、ということでね、まあ実際に使っている様子がこちらですね。我が家で使っている様子がこちらですね。洗濯のね、ちょっと横にですね、ティッシュつけているような状態なんですけれども、こちらがハイセンスの、我が家で使っている HWDG80B になりますね。はい、で、操作画面、操作ボタンはすごくシンプルでね、どんな人でも使いやすい設計なのかなとは思っております。見た目も結構シンプルで可愛いかなと思ってます。で、次にですね、まあちょっとね、星のね、低い評価とかね、まあまあな評価で、結構ね、多く書いてあった、その、うるさいというか、音が大きい問題ですね。インバーター機能なのになんで音大きいんだっていうところなんですけれども、まあ、多分この音のことを言ってるのかなと思います。この音がこちらですね。はい、今聞こえたね、もう一回いくよ。この音が結構響いてうるさいって書いてあるんだと思いますね。この音何かっていうと、その洗うところから、まあすすぐところとか、すすぐところから脱水するとかとかね、モードがこの切り替わる時の多分音だと思うんですよね。洗濯機の何かこう切り替わる時の音だと思うんですけれども、結構響くかなとは思います。めちゃくちゃうるさくて気になるって言ったら、それは全く思わないんですけど、その切り替わる音は確かに大きいかなとは感じます。故障したかなみたいな。大丈夫みたいな感じのカポって音がするから、結構ね、それは最初心配になりました。ただまあ全然使っていくうちに何とも思わない。全く気にならなく、まあなりましたね。自分の場合なんですけども。うるさいっていうのは多分この音なんじゃないかなって思います。なので、まあ例えば平米が狭いお家とか、まあ寝室とその洗濯機の距離が近いとか、扉を隔ててないとか、そういった場合だと、中に洗濯かけるとか、寝てる時に洗濯かける人とか、だったらちょっとうるさいかもしれないし、一緒に住んでて、誰かが寝てる横で洗濯機かけて、その音がうるさくて目覚めちゃうみたいなことももしかしたらあるかもしれないね。まあでも自分は普段起きてる時にもちろん使うんで、朝起きてすぐ洗濯機回すみたいな感じなんで、ご飯食べてたりなんか歯磨いたりと服着替えたりとドタバタしてる時に、まあ、洗濯機回してるんで、なんか静かにしてない時にやってるから全然気にならないですね、正直。で、ちなみにこの洗ってる最中とかすすいでる最中とか脱水してる最中とか、そのモードが切り替わるところじゃなくて、実際にそのモードがちゃんと動いてる時の稼働音に関しては、まあインバーター機能がついてるからかどうかわかんないんですけれども、まあ個人的にはそんなにうるさいなとかっていうのは別に思わないですね。まあ他の性能がいい洗濯機を使ってないから、ちょっとそこら辺が比べようがわかんないんですけども、前使ってた一人暮らしの洗濯機と比べると、まあ圧倒的に音は小さいし、うっせえなみたいな、そういうのは特になかったですね。例えば脱水してる音はこれくらいですね。まあ、こんな感じでジョボ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 って音が聞こえる程度ですね。こちら今洗ってる音なんですけれども、まあ音はですねこんな感じ、モーターをぬーんって音と水が流れる音ですね、かき回されてる音で、まあ、特にインバーター付きらしいんで、インバーターがまあ超ざっくり言うと音を静かにしてくれてるっていう静音的なものがあるのかな。そんなに音響きにくいというか、結構配慮はされているそうなんですけど、でただまあここがですね、この今いる洗面台の洗面所のところが囲われてるところなんでね、音がこもりやすいというか反響しやすい、壁と壁の間にあるんで、普通に洗濯機置き場とか置いてあるところよりかは、もしかしたら響きやすいのかもしれないですね。次
次にですね、星3つのところに書いてあったんですけど、まあちょっとね、乾きにくいみたいなこと書いてありましたが、脱水の部分実際どうなのかっていうところでね、そこを調べていこうかなと思います。これね、今回選択したのが、まあ、標準モードで選択した状態ですね。で、洗ってすすいで脱水してで終わったような状態になってますね。これが実際に洗い終わりたての白い T シャツなんですけれども、まあ見た目はまずこんな感じですね。ちょっとなんかほこりついちゃってるけど、感覚で言うとちょっとしっとりしてるっていう、まあ普通に洗い終わったの衣類っていう感じですね。ちょっとね、湿ってるような感じになってます。で、袖の方をちょっとギューって絞ってみました。こうギューってやってみましたね。はい、結構思いっきり力入れてるんですけど、まあ別に水滴が滴るとかそんなことはなかったですね。ある程度脱水できてるんじゃないかななんて思いますけどね。よほど高性能な洗濯機を使ったことがないので、まあこれがひたひたとか脱水が悪いって言われちゃちょっと申し訳ないんですけども、今まで普通に使ってる洗濯機と同じぐらいのレベルで何も問題ないかなとは思いました。そしていつもね、洗剤ケースの水が溜まってるっていうところなんですけども、まあ使い終わった感じこんな感じですね。これは確かに水が溜まってますね。まあ嫌な人はこれね、買って全部取り外せるんで、まあ、そこに水ピャってね、捨ててもいいかなと思います。ただね、ちょっと気になった点としては、こう洗剤とかを入れるところはちょっとね、狭いかなとは少し感じました。エコストアの洗剤とかをちょっと入れるときにね、ちょっと狭く感じて入れづらいなっていうところもあるし、まあ、柔軟剤でもね、まあどこの洗濯機も入れるところも結構小さいんですけど、まあ、ここはちょっと注ぎ口ちょっと狭くて、こぼしやすいかなっていうのは少し感じました。はい、ということで今回はですね、まあ、ハイセンスの、HW の DG80B を実際に使ってみた正直な感想というところをご紹介しました。で、まあ、基本的には全然使い勝手全く問題なくてですね、普通に洗えてますし、乾燥とか脱水し終わった後もなんか衣類がひたひたになってるかどうかっつったら別にちゃんと脱水もできてるし、そんな音がうるさいかって言ったら、まあ稼働中ね、洗ってる時とかすすいでる時とかそういう音は別にすごくインバーター性能がついてるんで、まあ、静かに感じました。ただそのね、モードが切り替わる時の音とかは結構カコっていうね、音とかが結構カシカシっていう音とかもするんで、そこがね、まあ本当に人によっては、あとはその住んでるお家のその作りとかによっては気になるんじゃないかなとは思います。寝室とかリビングとかで洗濯機分かれてたりとか洗面所に置いてあるとかね、そういった場合であれば全く問題ないんじゃないかななんて思っちゃってます、ね、何よりですね、インバータ性能付きで8キロです。値段が4万円以下っていうところは非常に魅力的で、まあデザインもね、別に特にシンプルでね、そのね、他のインテリアとか邪魔にならないので、サイズさえも問題なければ非常にね、おすすめできる商品なんじゃないかななんて思います。もし参考になったらいいねとかチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。